どうか Please can you keep my secret? キラキラと輝く未来、私はどんな番組はジェネオンユニバーサルエンターテインメントとご覧のスポンサーの提供でお送りします。前回から続いて梅崎高校の文化祭に来てるよ。ここは特に混んでるみたいだから場所変えよう。それもそうだな。さくらが心配でこの文化祭に来たのに、はぐれたら意味ないけど帰ったらもっと意味ないしな。うちの学校の人もいるんじゃないかな。そうですね。仕方ない、ライブが終わるまでうすいと時間潰して待ってるか。イカ焼きうまかった、うまかった。次何食う？唐揚げ。よし行くぞ。しかしすごい人だな。そうだね。もしょもしょもしょ。カビン。何がどうしてそうなった？道行く人がなぜかくれた試食どうぞって。なぜかってなんだよ、普通じゃないぞそれ。じゃああれかな、花咲かせたせいかな。あ、やばい、また囲まれる、逃げよう。イケメンはどこ？よくわからんが、もう花は咲かせないでくれ。何なんだその手品。お、手品とはまた違うと思うけど。つか何のために花なんだ。え、対抗心？何に対する？まあまあ、そう怒ってばかりいないで、せっかくだから何か食べなよ。別に私は何も。ほら、うん、案外いけるよ。どう？美味しい？うん、うまい。なんか変だ、これってまるでデートみたいだね。まるで。お、似合う。な、お前また私の頭の中覗いたな。この変態宇宙人、何なんだその人間離れした能力は。花咲かせたり人の頭の中覗いたり、お前いい加減何者なんだ。なんだよ、何笑って。いやごめん、相沢も俺と同じことを考えてたんだ。どこ行くの？どっか祭りなのにずっとこんなところにいられるか。そうだね。だいたい食べたな。あとはイベント聞いたな。古い横ってなんだ、どのくらい古いのか見に行こう。ふうちゃん、この前狙ってたゲーム機は当たった？はがき1枚だけで当てたて。さすが。ここにも懸賞部ないのかね。普通ないでしょ。焼きまんじゅう食べる？カノ君、唐揚げ食べよっか。いいですね。カエリュー。カエルさんね。くそ、まだ暑い。そこでお二方にぴったりのイベントがありますよ。え？その名もラブトライアル。この機会に二人の絆を確かめ合いましょう。別に私たちはそうなんじゃ。ルールが簡単。二人で指定のコースをたどり、各ポイントで様々なゲームに挑戦していただきます。一回でもクリアできなければそこでアウト。全てのゲームをクリアしてゴールにたどり着けたら、高野祭に特別なおもてなし付きでご招待しますよ。ただしゴールまで決してお互いの手を離さないこと。さあ、どんな試練を前にしても二人はつながっていられるのか、チャレンジされますか？やるよ。なあ、
お前また俺たちが本当に共にあることを許されない者同士なのか確かめてみようよ。共にあることを許されない者同士。お前まだこの前の占いのこと。大いなる試練に共に挑んでいこうね。博士先生ありがとうございます。まったくよくこんな無駄遣いができるな。でも500円でいろんな出し物味わえるんだよ。かなりお得だと思うけど。そりゃそうだが。ああそうだ、リボン外して。え、参加証がこれなんだって。見えるようにつけないといけないから。私はつけるのか。似合う方がつけるべきだと思うけど。これ持って帰っていいらしいよね。無駄遣いじゃないでしょ。それにたまには目いっぱい遊ぶのもいいじゃない。じゃないとしかめっ面ばかりして眉間のシワ取れなくなっちゃうよ。じゃあ行こっか。薄いのアホ。お前なんか知ってるよ。俺のことなんか大嫌いでしょ。お前が言うなよアホ。薄い帰っていいですか。しずこ、次は2年の名物コンビ神山どーののショートコンサート。つまんないですよさくらさん。わあ、私のせいなの。いつになったら夢見氏は出てくるんですか。2時間後。じゃああと2時間説教できますね。しずこ、なぜこんなに待ってまでライブなんて見なくちゃ。こうなると美咲さんたちとはぐれたのは帰ってよかったかもしれませんね。ごめんね。なりゆきとはいえなんだこの状況。なぜなぜ薄いと手をつないでこんなゲームに。デートみたいだね。違う、私はさくらとしずこと。なのになぜこうなった。では準備はよろしいですか。ラブトライアル用意スタート。ほらどうしたの。まず10分以内に行かなきゃいけないんだよ。足手まといにならないでよね会長。誰が足手まといだね。その調節的な目がもうほんとムカつくな。あれ会長、他校だからって廊下は走っちゃいけないよね。うるさい、競歩だ。競歩はこうだよ。滑らかすぎて気持ち悪い。意外と知ってる人には合わないもんだね、カノ君。そうですね。ん、何この音。はい、これ参加賞。ああ、3分もかかっちゃった。一人なら1分もかからなかっただろうな。なんだとこの野郎。私たち一人だったら30秒でこれと。じゃあゲームの説明してください。これを10分以内に完食してください。なんだ、これなら2人だと楽勝だな。私どちらか1人です。ちょっとした敵を。